全く腹立たしい。招かれもせぬのに入り込んでくる父に似た傲慢な娘、私の宝石を盗みに入るコソ泥の娘、よもや生きて出られると考えてはおるまいな。死を司る長、オズワルド様、私の夫をお返しください。何かと思えば飼い犬のように主人を追ってきたというわけか。オズワルド様、この者は力と引き換えに私に貢がれた命、私と共に生きながら永遠の死の淵を歩く者。お前が出会う前より私のものであることは決まっていた。お前こそ我らの邪魔者、私が直々に命を消し去ってやる。ヴァルキューレは死を恐れない、免れないというならそれも運命けれども、オズワルド様がお前に奪われることは死よりも耐え難い。言うではないか。身の程知らずよ。私の宝石から作ったその槍でどうしようというのか。周りを見よう。あまたの魂は重なり積もって結晶となり大地へ帰る。お前はその槍で命をもてあそんでいるんだ。そしてその報いを受ける時は今。Yeah!
はい、